で作るっていうわけではなくて、メーカーの方がその廃棄食材を使ってあの食事を作って提供するっていうイメージです。ワイルドピッチの、オーナーさんも一緒にですし、またこの、ナウカフェという今、この箱舟組合さんが、運営している、カフェの職員さんにも来ていただきまして、作っていただきます。でボランティアはその補助をする形で、サポートしていきます。このイベントに関しての問い合わせ先はこのアバンセイワイルドピッチの番号になるんです。それともこれは場所の番号として出したのですが、おそらくオーナーさんのところに電話が行ってもちょっと大変だと思うので、その次の、こちらの番号は増山の電話番号なんですけれども、今私が担当しながら、進めているところですので、そしてまた常時ですねメニューであるとかまだ決まってないですし、これからどういった食材の提供があるのかとかいうことによっても変わってくると思うので、流動的ですから、なので、こちらの番号に連絡していただければこのアップデート状況をお伝えできると思います。またホームページがまだだったのはちょっと恥ずかしいんですけれども、数日中にですね作ろうと思っておりますので、そこでアップデート情報を更新していきたいと思いますので、見守っていただけたら幸いです。そう氷河期ネットの入会 の、 その問い合わせ先とかっていうのはもうこの増山さんの番号でよろしいですか。はい、大丈夫です。電話がパンクしたらどうする。でも、そして事務局に、でも1個で、1個で、はい、大丈夫です。はい、他には、はい、どうぞ。共同通信の原と申します。よろしくお願いします。この、氷河期ネットさんの方に、参加したいという例えば地方の方とか当事者の方っていうのは具体的にはどういう手続きをすれば参加できるんでしょうか。ホームページから、はい、入会をしたいという意思をですね、はい、伝えていただければですね、はい、入会金1000円で、入会することができます。はい、で5000円だけですので、気軽に何もお金のやり取りがないとですね、入ってるのか入ってないかよくわかんないという方がいらっしゃるので、とりあえずその意思をですね、1000円という金額でですね、伝えていただけると、この方は会員なんだなというふうにですね、こちらの方が把握しますので、そういうことで本当はお金は取りたくないんですけども、まあ、そういうことで入会金1000円で、納めていただければ、その時点で入会という形にはなります。連絡というかですね、応募フォームのようなものはホームページ上で今後、すいませんね、多分今夜か明日私 の、 一緒にですねスタッフが作ります。ですのでそれを今は Facebook にグループがあったりするんですけど、イベントページにも更新をして、告知図のページにも更新をして、そのホームページをお知らせいたします。本来であれば今日間に合わせればならなかったと思うんですけれども、本当に申し訳ございませんでした。これから取り戻していきますので、皆さんの記事が出る頃に今夜なんとかそれをアップしていきたいと思います。でそこから入会フォームや、申し込みっていうことがスムーズにできる状況を整えればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、すみません、待って、はい、スジネ食堂で共催でマザーアウスさんの名前があるんですけれども、はい、こちらどういう関係の団体なんでしょうか。はい、こちらはですね、市民団体で、具体的に今後その食材、このロスジェネ食堂へのサポートを、講座で受け付けるんですけれども、マザーアースさんの講座でその食材や食堂の、サポート費用を集めるという団体になります。市民団体で、時々活動している今までマザーアースとしてやってきたことは精神疾患がある方のアートのイベントですとか、そういったことを時々やっている市民団体の方で、今回一緒に動こうということで、活動講座を提供していただいています。
今の段階で恥ずかしながら団体口座がないものですから、誰か個人の口座というよりはこういった団体の口座での方がいいかなということで、協力体制を取りながら行うことになりました。ありがとうございます。はい、他にありますか。よろしいでしょうか。はい、はい、では以上で氷河期ネット、すみません、氷河期ネット最初からずっと言ってたんですけども、正式名称はですね、就職氷河期世代当事者全国ネットワークといいます。長いので氷河期ネットとずっと言ってましたけども、もし可能であればこちらの名前も覚えていただけると幸いです。はい、では氷河期ネット結成集会、これで終了させていただきます。本日はお忙しい中ご参列いただきまして誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、では個別に質問のある方はですね